Improvisation,
プロビゼーションね。
はい、どうも、金子拓司深夜ライブ、今日も、よろしくお願いします。ほぼ19時スタートできました。なかなかバタバタしてね、大変なんですけどもね、55分ぐらいまでバタバタしてましたね。でもう腹をくくって今やってるわけですけどもね、ちょっとなんかソフトの調子が良くなくてですね、ほとんど手動でやっておりますので、段取りが悪いこともあるかと思いますけどもね、ご了承いただきたいと思います。ちょっとなんか最近涼しくなってきてね、寝過ごすんですよね最近早起きなんですけどね、なんかよく寝れるなと思ってね、鈴虫の声を聞きながら寝てるわけですけどね、窓をちょっと開けてね、朝ほんでちょっと喉が痛いとまあ涼しいね、いいこともあればちょっと気をつけなければいけないこともあるということですね。はい、そういうことで深夜ライブはですね、時々皆さんとコミュニケーションをする他の番組っていうかね、ちょっと配信ちらっと見てみると結構皆さんカチャ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 ってやってますよね、音楽でもね。で僕はそういうことできないので、1時間に1回ですねちらっと見るか見ないかっていうくらいですね。何かメッセージありましたらその時にでもよろしくお願いします。それでは、よろしくお願いします今日はちょっとあれですね、ヘビーな感じがするかな、初めて見る人はね、びっくりすると思いますけどねはい、それではまたよろしくお願いします。どこまでやったんだっけな、母の記憶やった、あ、そうだ。で、オーロラウィンドウやってね、それからスペースパイロット。はい、無理無理でやっていきますので、よろしくお願いします。
We'll be right back.
堤防沿いの道を今日も歩く。いつもと同じように会社に出勤。山のように積まれた帳簿に目を通す。時折私のグルッペの写真を見ながら再会するのを楽しみにしていた。そろそろ休息時間。ラジオのスイッチに手を伸ばしたその時、警報が鳴り響いた。見るとたくさんの飛行機が飛んでくるではないか。遠くの街では火の手が上がっていた。私は同僚と必死で逃げた。
ドーン、ドーン。あたりに響き渡る大きな音、燃える家。私たちは逃げた。行くあてもなく逃げた。途中で同僚ともはぐれ、一人になってしまった。怪我をして道に倒れていた私を、見知らぬ男性が抱き起こしてくれた。一緒に逃げましょう。
やがて飛行機は去っていった。私の会社は燃えてしまった。同僚もついに見つからなかった。男性は私に、よかったら私の家に来てください。と言ってくれた。それからしばらくして私たちは結ばれ、二人の子供を授かった。
君は一日に何回呼吸するのか知っているだろうか。例えば1分に30回呼吸するとしよう。1時間で180回、1日なら4320回呼吸している計算になる。それなら1年に呼吸する回数はどれだけなのだろう。157万6800回なのだそうだ。私たちの肺は働き者だ。
人生最初の呼吸を覚えているだろうか。そう、生まれて初めて泣き始めたあの瞬間の呼吸、この星の大気を吸い込んだ最初の瞬間、私たちはこの星の住人として生きることを受け入れたのである。いわば生涯契約である。その代わり呼吸はいくらでもしてよいと。ん？何か騙されたような気持ちだって。はい、どうも、長々と、聞いていただきました。いかがだったでしょうかね。最後に弾いたフリーダムウィングってフリーダムウィングってね、これはアイデンティファイですね。レーザーショーの曲ですね、もともとね。レーザーショーの曲なのに、まあちょっと、レーザーっぽくないというね、フュージョンみたいな曲ですけどね。柔らかめのレーザーショーの曲でしたね。はい、それでは心音ですね。心音はですね、これは心をオンにするということですね。心の音を聞く、心音を聞くということでもありますけれども、心の言っていることを聞いてあげましょうと、心が何を叫んでいるかということをね、さっきのファーストブレスってね、あれ僕が言ってたんですけどもね、何回呼吸するかとね、自分の体って分かんないですよね。体さんって感じですね。よく分かんないんだよね、自分の体ってね。要は自律神経っていうかな、そういう自分で制御できない部分ってのありますよね。そういうところがやっぱりなんか支えてるのかな、自分を。自分の頭でコントロールできかねるところっていうか、そこの範囲を超えたようなところね、なんか反射神経みたいなものかな、そういうものもあるのかな。まあそういう心の声、自分とは一体何か、考えることも必要なのではないかっていう、そういった意味でこういう時間を作っております。今日はリインカーネーション、リインカーネーションは、まあ、皆さんご存知だと転生ということですね。この曲を作ったきっかけはですね、今年のこれもいつも、言っていることですけどね、2月に上司が亡くなりましてね、僕の大事な上司が亡くなりまして、でそれをきっかけに 4つぐらい歌ってダッと作ってですね、披露しているわけですけども、その中の1曲ですね、生まれ変わるということですね。僕はそういうことを信じておりますので、人は亡くなってどこかでまたおぎゃーと生まれているという、そうやって信じていた方がやっぱりいいんじゃないですかね。この世からいなくなってしまったって思うよりも、何かまだどっかで生き続けているんじゃないか、そういうことを思った方がよろしいんじゃないですか。はい、長々と話しておりました。ではリインカーネーションね、お聞きください。
お主何を言っているのか。空気を読んでいるのじゃ。なんと。あいつ文字が読めるのか。そこじゃないでしょう。人間に限らず動物たちにも肺がある。地上の生き物は大気を吸い込んで吐き出して生きている。そして植物がそれを浄化するという自然のサイクルが完成している。地球はなんと偉大なのだろう。そこで精一杯スーハーしている私たちはただのお客さんでしかないのだ。地球の庭で遊んでいる子供でしかないのだ。はい、どうも。リインカーネーションね、お聞きいただきましたけど、ね、いかがだったでしょうかね。僕はもうどっぷりハマってましたね。完全に異世界が、異次元の世界が見えてましたね。はい。僕だけかな。ということで、プレフォージャマン、これは日本のために、って言っておこがましいですけどね。日本人らしい何か曲を作れないかということで、いつも作っては弾き、作っては弾きとやっているわけです。ちょっとその前にですね、いつものように見ておかない、今 見ないと、永遠に見れないので、見ておきます。外の様子は、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。お、すごい高評価、お二人ありがとうございます。ですね、はいはい、なんかチャットルームってあってね、スタンプみたいなのがポンポンポンって飛ぶやつがあるんですけど、僕はあれやり方が分かんないんでごめんなさいね。全部サンキューサンキューって書いただけです。なんかちょっと分かんないところあるんですね。はい、どうもありがとうございます。すいません、こんな演奏で申し訳ないです。って言うならちゃんと弾けってか。はい、すいません。はい、プレイフォージャパンですね。今日はですね、静か心、これ、前にもお話ししましたけども、和装のファッションショーですね。ちょっと名前を言うと名誉に関わるので、今和装ファッションショーで弾いた曲ですね。本当に綺麗な和装でございました。岐阜の S 学院ということです。で、プログラムにね、キツネビって書いたんですけど、キツネビちょっと今日パワーがなくてという意味じゃないですけど、祭りをやって、それからダンをやります。久しぶりにダンですね。宮本武蔵五輪の書をちょっと読んで、かじっただけでちょっと書いて、かじっただけで書けたという曲ですね。どんだけその上っ面だけかっていうことになりますけど、まあそんな感じで作ってみましたのでね、久しぶりに弾いてみたいと思います。それでは、静か心祭り団、よろしくお願いします。
5個ね。Thank you.
はい、ラポです。唯一楽しめる、僕が楽しめる時間でございます。実りのない時間と思いますそうですね、前回やったやつはこれかな。これのですね、ギターにかけるやつやりましたっけね。あ、でこのギターをちょっとチューニングを外からかける、チューニングを外から変えるっていうような、どうでもいいようなことをやってました。普通に聞くとこういう風ですよね。でこれに僕の得意なこのモジュレーター、これの、ミディインプットにトリガーを入力するというようなことをやっておりました。これはトリガーがこれなんですよね。こういうトリガーを作って、これ何でもいいんですけども、こういうピッチみたいなので、制御するというやるとどうなるかというようなことをやってます。こんな風ですね。これないとこういう風で、トリガーをかけると、さっきのこれをね、これをかけてるわけですよね。で制御は何でやってるかというと、さっきのモジュレーターでやってるんですね。これですね、このミディってこれはこれ外すとこういう風で、この平坦なこの ピッチをですね、このこういう風になんかさっきのノートでちょっと制御しているというか、でなんだなんだってなりますよね。でこれは何かに使えるといいなとこう考えているわけですけども、それは先が見えない話でございます。ないとこういうふうね、まあどっちでもいいかこれは。で、今日、今日考えていたのが、最近よく聞くライフレスっていうやつですね。こういうドラムのあのループって、どこにでも転がってますけど、ライフレスでやると誰かが言い始めて、それが一般的になってしまう。何がライフレスなのかっていうと、最近僕も気がついたんですけども、これはあのデジタルっぽいしダイナミクスに欠けると。そうなのかな、振り返ってみるとそうなのかなって言われてみるとそうなのかなって思いますけど、どうなんでしょうね本当に。この例えばこの周波数ですね、こうやって持ち上げればいいのかと、ね、ほんでいいのかとも考えますけども、でちょっと実験していたのがスカッシャーでなんかできないかとやっておりました。どこやったっけ、
スカッシャーのですね、これですね、サイドチェーンを入れて、トリガーを、さっきみたいにまたトリガーが好きですね。トリガーでちょっとやってみると、これがトリガーになるんですね。これで、こういう風だ。こういうちょっと元気になる、トリガーがこういう風。これを受けて、なんだかこのドラムがなんか暴れまくる。これなしにするとこんな感じですけど、それだけで聞いた方がいいのかな。で、これがトリガーですね。 BD001 っていうのがトリガーで、こんな風になる。これはスカッシャー単体でもできるんですよ、別にこれなくても。でもこのインターナルっていう風になっちゃうんですよね。こいつのこれ自身の音で盛り上げちゃう。それよりか外で何かやってくれた方が刺激になるんじゃないか。これもアップワードっていうのかな。で、アップワードを上げていくとこうなっていくと。で、サイドチェーン切るとこんな風です、ね、こもった感じになるね。で、これをオンにするとダッとなんか中域が派手になって、ニーブでも買ったのって言われてもそれはないと思うけどね。まあ、こんな感じです、ね、ちょっとまあ今実験中なんで、また今度詳しくやろうかと思っています。はい、ありがとうございました。
私たちの呼吸はいつかは止まる時が来る。それは数十年後、いや明日かもしれない。そう考えると呼吸というものは一つのカウントダウンだと言えるのではないか。今までに何回呼吸させてもらったか、十分に呼吸できたのか、たまには考えてみよう。そして自分のファーストブレスをもう一度思い出してみてはいかがだろう。新しい人生がまた始まるかもしれない。
はい、どうもありがとうございました、長々とですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。これだ。あ、これ、はい、いかがだったでしょうかね。初めてご覧になった方、なんだこの人はってね、思ったと思いますけれどもね、なんか中にはいますよこういう人自己弁護しちゃいけないか、だから好きなことをやっていたらこうなっちゃったんですね。なんかシンセが好きでしょ、音楽が好きでしょ、それから、まあ、映像も好きだし、まあ、コンピューターで曲を作るのも好きだしね、まあ、配信もまあまあ好きだし、で好きなことをいくつもやってるとこうなっちゃったってすいませんどうも、はい、ありがとうございました。それではね、ちょっと外の様子を、見ておかないと冷たいやつと言われてもう二度と見てくれないのではないかと。あ、ありがとうございます、ありがとうございます、Thank you。 簡単なメッセージでごめんなさいね。 See you next ね、ってね、いつかわかんないじゃないですかね。まあいい加減な人ですね、はい、そういった感じで、深夜ライブ、お送りしましたけど、いかがだったでしょうかね。さっきも聞いたが、好きなことをやっててこう積み重なってこうなっちゃったね。それもさっき言ったか。はい、それではですね、さっきのあのやりましたちょっと重い曲ね、リインカーネーションとかね、あとサウザンドライツとか、まあ、4つ5つ、それから祭りもそうですけどもね、ああいう結構重い曲をですね、10個くらい集配信アルバムを今年中にできればね、年末忙しくなりそうなんでちょっとわからないですけどね、作ろうかと思っておりますので、またできたら、報告いたしますが、できなかったら報告しませんはい、ありがとうございました。それでは、また多分また来週もできると思います、生きていれば。さっきのファーストブレスもちょっと辛辣ですよね、内容がね、呼吸が何回ね、でいつ止まるかわからないとかね、もうやめようかなあれはい、そういう感じでまた、よかったら見てください、聞いてください、ありがとうございました。